こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンセリア第6節インテル対アタランタの総括プレビューを始めていきたいなと思います。このラジオはですね、大きなネタバレを含みますので、まだ試合をご覧になられていない方がいらっしゃいましたら、一度試合の方を見ていただきまして、その後、こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速、始めていくんですけれども、インテルのホームジュゼッペ・メアッツァで、この試合は行われました。別名サンシーロと言われますね。インテルはシモーネ・インザーギのもと 3-5-2 のシステムの中で戦っております。ゴールキーパーハンタノビッチ、センターバック3枚が主クリにあるデフライ・バストーニですね。で、右のウィングバックに、ダルミアンで、3枚のセントラルが、バレッラ・ブロゾビッチ・チャルハノールと。で、左のウィングバックに、ペリシッチが入る形で、2トップにラウタロ・マルティネスとエリン・チェコという形でした。でアタランタはもう数年ずっと、このチームを率いております、ガスピリーンのもと、3-4-2-1 という形です。3-4-2-1 かな、3-4-1-2 かどちらかなんですけど、今回は3-4-2-1でいきました。でゴールキーパームッソ、センターバックトロイ・デミラル、パロミノ、で右のウィングバックにザッパ・コスタ、ダブルボランチフロイラー・デローンの、いつも通りの2人で、左のウィングバックゴゼンスで、2シャドウという形でペッシーナとマリノフスキ、ワントップドゥバン・サパタという形でスタートしました。前半後半ざっと話していきます。まず前半ですね、インテルが2分5秒ぐらいのシーンでチャンスシーンを作りました。右で幅を取っていたダルミアン、ウィングバックのダルミアンのクロスに、ラルタロ・マルティネスが、シュートを打つんですけど、それがミートせず、ボールがそのままファーにいた、ジェコの元へと流れましてシュートするんですけど、枠外に飛んだというシーンがありました。結構決定的なシーンが開始からあったので、おーおーっとは思ったんですけど、外してしまいました。で、そんな中、試合は進みまして4分10秒に飛びまして、インテルが先制点を取ります。センターサークル付近で、ジェコが体を使いながらキープをしまして、右のまだ低い位置にいたダルミアン、ウィングバックのダルミアンへとパスをしまして、オーバーラップしてきた、ダルミアンに、オーバーラップしてきたダルミアンじゃない、ダルミアンの方に、パスが渡りまして、若干の持ち上がりの後、オーバーラップする形でバレラがインサイドの方から、ウィングバックのダルミアンを追い越す形でオーバーラップしていったので、バレラに渡しまして、バレラから、アーリー気味のクロスに、ラウタロ・マルティネスが、ボレーで合わせてゴールという形がありました。すごく綺麗な形での先制点だったので、スペースを、うまく使いながら、相手の背後、特に、しっかりとローサイドに、圧縮できていなかった、特に、アトランタの守備のそのスペースを使って、しっかりと攻撃できていたんじゃないかなと思います。で、7分のシーンでアタランタのチャンスシーンが来ます。左でのリスタートから、ゴゼンス・マリノフスキへとつなぎまして、マリノフスキのシュートというシーンがありました。その後、アタランタがですね、29分20秒に、同点ゴールを奪います。ダルミアン、インテルのダルミアンがですね、右のウィングバックのダルミアンが、フォワード、確かジェコだったかな、ジェコにつける、斜めの縦パスを通すんですけど、結構いいパスやったんですけど、それをパロミーノが、奪う形で、スティールしまして、その流れたボールが、ドゥバン・サパタの元へと流れまして、サパタはね、多分背後にいた、あれは多分ね、ペッシーナかな、ペッシーナへのフリックで、後ろに背後にいたペッシーナへのフリックしようとしたんですけど、それがなんかミスした形で、ボールに触れなかったんですよね、サパタが。なんですけど、サパタについていたディフェンダー、相手のディフェンダーだったかな、ちょっとごめんなさい、名前忘れたんですけど、インテルのディフェンダーに当たりまして、それがマリノフスキの元へと当たりまして、マリノフスキが、ミドルシュートを打ってゴールと。もう素晴らしい強烈なミドルシュート、もう本当にワールドクラスな素晴らしいミドルシュートを決めて同点ゴールを奪いました。で、37分35秒に、アタランタが追加点を奪いまして、逆転弾ですね。ペッシーナがですね、右から切り込む形の姿勢を見せて、ボックス外のマリノスキへと、パスを渡しまして、ボックス中央あたりかな、外の中央あたりでマリノスキがミドルシュートを打つんですけども、それがハンダノビッチが、見事なセーブをするんですけれども、そのセーブの弾いた先に、流れ玉というか、その先に、トロイがいまして、トロイがしっかりと詰めていると。センターバックのトロイがここにいるっていうのを、
ちょっとね、あのインテルは使えないきれてなかったかなと思います。すごいですからね、センターバックの選手ですからね。で、前半が終わりまして後半に入ります。結構後半はインテルも結構押せ押せのムードでしっかりとチャンスを作れていたと思います。アタランタがね、最初は結構チャンスを作ってたんですけれども、結構芯は飛びまして、もうインテルの同点弾まで飛びます。70分35秒ですね。左の低い位置で、まあ、相手のスペースに送る、まあ、パス、まあ、スペースというかね、まあ、ちょっとクリアにも近いんですけれども、まあ、それを、まあ、アタランタがね、まあ、ちょっと相手のあれはね、右サイドやったかなに送る、まあ、ちょっとクリアかスルーパスか、ちょっと背後を狙うパスかスペースを狙ったパスかっていうのは、あれは多分選手にしか分からないんですけど、多分まあスペースに狙ったパスやと思うんですけど、まあ、それが左のウィングバックに降りていたあのペリシッチがそのボールを奪いまして、まあ、ペリシッチの元へと流れたと言ってもいいかな。でそのペリシッチが持ち上がりまして、バレラへと渡し、侵入してきた、ディマルコが、まあ、ボックス内に侵入してきたディマルコへとパスを渡しまして、ディマルコがシュートをしてセーブに合うんですけれども、まあ、弾いたボールが、ジェコの元へと転びまして、ジェコがその押し込むだけという形で同点弾を奪いました。でその後、まあ、シーンは流れまして82分のシーンですね。82分45秒インテルのシーンです。ダンフリースが、まあ、右のボックスのちょっと外側ぐらいかなからクロスを上げまして、ジェコに合わせようとするんですけれども、それがデミラルの手に当たりまして、VAR の結果 PK という形で、インテルは突き放すチャンスが来たんですけども、キッカーが、ディマルコが蹴ってまして、交代でねサンチェスとか出てたんで、サンチェスとかに蹴らせてた方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、ディマルコが蹴る形になり、まあ、左のウィングバックかなが蹴る形になり、まあ、ちょっと外してしまうと、バーに当ててね外してしまうという形でした。でその後87分10秒あたりのシーンで、アタランタのシーンなんですけども、まあ、ボックス内で数選手が絡み、最後ピッコリのターンからのシュート、ボックス内でね、でゴールかなと思ったんですけども、まあ、それも VAR の結果、ちょっとボールが、それのね10秒ぐらい前のシーンなんですけど、ハンダノビッチがちょっとこうタッチライン、ゴールラインの方でもうクリアしようとしたボールが、まあ、若干ライン終わっていたみたいで、VAR の結果、ノーゴールという形になりました。まあゴール、指揮官じゃないわ、ね、審判誰やったっけな、マスカレルやったっけな、確か彼やったと思うんですけど、まあ、VAR の結果、まあ、こうなってね、映像を見てこう決まってるんで、まあ、どっちつかずとは言える、ね、どっちつかずって言うとあれですけど、まあ、その仕方ないとは思うんですけど、多分アタランタのサポーターからすると、まあ、この VAR の結果っていうのは相当悔しいんじゃないかなと思いますね。まあ、実際そのもちろんそこでね、まあ、試合は流れていたので、その急なタイミングで審判も止めれなかったとは思うんですけど、素晴らしい得点だったんでね、まあ残念だったんじゃないかなと思います。実際その最後に、まあ、インテルもそうですし PK 外してますし、もうアタランタも VR の結果で取り消されてるんで、両チームに最後はチャンス来てたんですけど、まあ、両方ともね、まあ、1個は外して1個は取り消しと、すごくね面白い試合でした。で、まあ、こういった形で試合は終了したんですけれども、まずホームのインテルの方から話していきます。まず守備はね基本的に 5-3-2 から変わらない形で、まあ、2トップで、まあ、相手のセンターバックに対してコースカットプレスをする形になってたんですけども、相手は3バックなんで、基本的にそのセンターバック2枚でどういうプレスをかけるのかなと思ってた、2トップでどういうプレスをかけるのかなと思ってたんですけど、まあ、アタランタがね3バックでビルドアップするっていうよりも、最初だけ3人いて、基本的にトロイが結構高い位置まで上がってたので、どちらかといえばね4、4バックだったりとか、結構アタランタはねシステムゴロ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 配置変わってたんで、何がベスト、何がその数字的に正しいのかって言われたらちょっと微妙なラインなんですけど、アタランタ本当によく見られてる方はぜひちょっと教えていただきたいんですけど、多分ああいうシーンよく見てると思うんで、でも実際は多分ねウィングバックは高い位置取るんで、アタランタは2枚のセンターバックに対して、まあ、デローンだったりロイラーだったりが、脇に降りてきたりとか、まあ、センターバックの間に降りてきたりとか、
しながら、まあ、台形、四角形だったりとかちょっといびつな、なんていうかな、3-1の形で3バックプラ、2バックプラス降りてきた1枚プラスアンカーみたいな形でビルドアップしたりとか、まあ、基本的にこういった形でビルドアップはしてたと思うんですけど、まあ、実際そのセンターバックが上がっていったことに対して、そのツンセンターバックに対して、まあインテルはマジコとラウタロ・マルティネスが、まあちょっとまあコースカットプレスをしながら、アタックしに行ってました。で、基本的にそのさっき言ったそのフロイラーだったりとかデローンだったりとか降りてきた選手に対しては、インテルはチャルハノールだったりとかバレーラが、飛び出していってアタックしに行ってたので、まあ、連携はしっかりと取れていたなと思います。連動ですね、はい、で攻撃地に関しましては、まあ、3バックの1枚がデフライなんですけど、まあ、デフライが、まあ、そのアタランタのトロイのように、まあ、結構高い位置まで上がるっていうわけじゃないんですけど、まあ、ブロゾビッチの脇に、上がるような形で、4-2-3-1だったりとか、3-2-4-1かなのような形の、まあ、併用的な形で、ビルドアップしてました。バストーニが結構左に流れるシーンとかもあったんですけど、デフライが上がらずにね、あったんですけど、デフライが結構ボランチのあたりに上がってるシーンが多かったんで、狙いを持って、台形だったりとか、まあ、四角形作りながらビルドアップ狙ってるんだろうなと。相手はワントップサパターなんですけど、まあ、シャドウの2人がしっかりとこう、潰して、人にマンマークでつきにくるディフェンスしてくるんで、アタランタが、そういうとこをしっかりこう人数かけて、ビルドアップしていこうっていう、まあ、狙いはすごく見えていました。はい、あとさっきも言ったんですけど、まあ、そのインテルに関しましては、得点も取れてたので、基本的にそんなに大きな問題はなかったと思います。すごくこういわゆるスクデットを狙う両チームですから、プレースピードも両方速かったので問題はなかったんですけど、そのさっきも言った相手のセンターバックのトロイが上がってきたことに対して誰がつくのかっていうのが結構曖昧やったりとか、まあ、難しいんですけどね、それで急にセンターバックが上がってきたら誰がつくねんっていうのは難しいんですけど、そこをあんまり対処できてなかったし、結果トロイの得点に結局つながってると思うんで、まあ、あれは修正できた点じゃないかなとは思います。まあね、難しいと思います。その1日というか、その前半だけで、しっかりそこを潰しましょうみたいになって、なかなかね、誰が見るんだって、じゃあ誰が見たらそこ、その人が見てた、ね、スペースだったり人はどうするんだって話になってくるんで、いきなりそのね、試合が行われてる中、前半の中でそうやって変えてくるっていうのは、まあ、難しいと思うんで、まあ厳しいとは思うんですけど、結局トロイがボックス内で最終的に侵入して、ゴールを決めてるわけなので、まあ、してやったりのアタランタと、まあ、ちょっと難しかったかな、それの対策はさすがに難しかったかなっていうインテルですかね。まあ、でもまあ仕方ないと思います、これに関しては。はい、であと特にそのあと個人的な選手にここに、まあ、焦点を当てていくと、バレダ、やっぱりすごくいい選手やなと思いました。パスの配球もうまいですし、運動量も相当豊富ですし、危険なコース、危険な相手から嫌がられる立ち位置だったりとか、まあ、自分が攻撃するときに相手にとったら嫌な立ち位置を取ったりとか、そういったものをまあ徹底的に行っていたと思うので、イタリアの、本当に、未来を担う間違いなく一人のスターだなと思いました。まあ、各国のね、世界各国の、ヨーロッパのビッグクラブが、こぞって手を挙げるようなタレントだなと改めて思いました。あとはやっぱ個人的にブロゾビッチっていう選手は僕すごく好きなので、配球もうまいですし、で下に降りてきた時の、まあ、センスだったりそういうのもね結構いいので、実際バイエルンがね狙っていたっていう噂も一時期出てたので、それからブラゾビッチは夜よく見るようにはなったんですけど、まあ、相変わらず、パフォーマンスレベルも安定してますし、よかったなと思います。あとラウタロ・マルティネスだったりとかジェコはもうね、いつ試合出てもちゃんと試合、仕事してますから、基本的にこの2人はまあ鉄板だろうなと思います。後半からね、サトリアーノやったかな、ちょっとね新しい選手出てきましたけど、
基本的にはこの2人の牙城を崩すのはちょっと難しいかなと思います。ラウトラね、特にミートするシュートはうまいですね、やっぱりね、まあ、ジェコもうまいんですけど、まあ、この2人だったらスクデット狙えますね、タレントも揃ってますし、はい、あとまあ最終的にめちゃめちゃもう本当に個人的な最後の話になるんですけど、まあ、ペリシッチ、バイエルンがスクデットじゃないわ、バイエルンがチャンピオンズリーグとか全てのタイトルを取った時に大きな貢献をしてくれた選手なので、今でもバイエルンに帰ってきてほしいなと思うぐらいの選手なんですけれども、しっかりと、彼のこなせる仕事っていうのをしっかりしてたと思うので、相変わらず黒子に徹することもできるし、試合を決める仕事もできるしという、本当にいい選手だなと改めて思いました。で次がアタランタの話になるんですけれども、まあ、アタランタは結構もうさっきも言ったんですけど、まあ、人を捕まえる守備をするので、まあ、センターバックもバンバン前に出てきますし、マークついてる選手に対してねバンバン出てくるんで、その背後のスペースのケアっていうのが相当大変やと思います。なんで、まあ、そのスタイルをね、まあ、貫いてやってきてるんで、まあ、選手たちも慣れてるとは思うんですけど、まあ、あの辺をやっぱりもうちょっとね、もうちょっとリスク管理してやっていけば、まあ、これがアタランタだって言われたら、まあね、それはそれで仕方ないなと思うんですけど、いわゆるそのチャンピオンズリーグのもう上の方とかをより狙ってくる、例年通して狙ってくるようになってくるんであれば、こういうところのリスク管理もやっぱちょっと必要じゃないかなと思います。ちょっとやっぱ飽きがちなのはね、目を試合見ててもすごく分かったので、はい、あとはまあ攻撃に関しましては、まあ、3バックからスタートするんですけど、もうさっきも言ったんですけど、まあ、トロイが結構高い位置まで上がるんで、本当にね、もうインサイドの選手みたいな立ち位置取るんで、なんか面白いなと思いながら見てたんですけど、しっかり三角形作りながら、ビルドアップして、サイドを使いながら幅を使いながら、中との選手、連携を使いながら選手間も結構良かったんで、あ、これは得点取れるチームだわって改めて思いました。でやっぱこのチームを見てて、すごくやっぱり思ったのは、ダブルボランチがやっぱ相当替えが効かない、デローンと誰だっけ、デローンとフロイラーね、フロイラーのこの2枚のやっぱ替えがね、昨年からずっと替えが効かないって言われてたんですけど、やっぱ今シーズンもやっぱ見ててすごいこの2人の替えは効かないんじゃないかなと思いました。なんか一応ね、コープ、マイネルスっていう選手をAZ、オランダの AZ から補強したみたいなんですけれども、まあ、現状この2人から、スタメンを奪うのは多分難しいと思うので、これだけのパフォーマンスしてるんでね、実際素晴らしい選手だなと思いました。あとやっぱりそのアタランタって言ったら、それこそパプゴメスとかね、そういった選手がいた時って、やっぱりワントップのドゥパンサパタのいわゆるシャドウのポジションの選手たちが相当な活躍してたので、やっぱこのシャドウの選手たちの活躍っていうのが多分このチームに、勝利をもたらすか勝利をもたらさないかないかっていうのを大きく左右すると思うので、このチームのもう鍵となるのは、僕はダブルボランチとそのシャドウの2枚、中の2枚かなと思いましたね。正直センターバックに関してはもちろん能力云々とかあるんですけど、まあ、前に出てリスク管理云々よりも結構バーンって前に出ちゃうんで、まあ、それをねアタランタが遂行してやってるんで、別に問題、アタランタがそれでいいと思ってるなら全然いいんですけど、まあ、そういうサッカーなんで、この2枚、前と、ボランチの2枚が結構相当な鍵になってるなと思いました。はい、まあ、本当に試合の展開、スピードが速くって、すごく面白かったです。イタリアの国なのに、なんかイタリア感がないというか、その守備だっていうような感じがなくって、本当に人を捕まえに行くような守備とか、特にアタランタに関してはドイツのような感じしますし、インテルに関してはもちろん守備ブロックを組むんですけど、そこまで、なんていうかな、まあ、低いラインを引くわけでもないので、しっかりと攻撃にもアイディアを持ちながら攻めていたんじゃないかなと思いました。すごく面白かったです。セリアをねたまにしか僕見ることはないんですけど、こうして注目されるような試合を見たときは、やっぱりイタリアセリアも面白いなと改めて思うんで、これからもちょっと終える試合だけとか、ちょっとまあ時間もこれからね、仕事もあるのでなかなか
全試合見るっていうことはなかなか難しいんですけれども、まあ、極力、見れる試合は見ていって、こういった形でラジオで配信していって皆さんと話していけたらなと思っているので、ぜひコメントもよろしくお願いいたします。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。